バーガヤ山インターチェンジは、新潟県新潟市中央区馬場山にある国道49号、亀田バイパスのインターチェンジ、2019年5月現在、本線にも及ぶ、慢性渋滞の緩和や、その渋滞をキーとした、交通事故の削減を図るための改良工事が、行われている。工事中の IC あたり IC は共用開始以来、新潟市中心部と郊外とを連絡する。 結節点となっているが、近年は IC 周辺に大型商業施設が多数所在し、また新潟県スポーツ公園の最寄り IC でもあることから渋滞が慢性化している。このため国土交通省新潟国道事務所では、上り車線のオンランプオフランプを東側へ、ループ状に延伸し、オフランプを立体化して大流潮を確保する改良工事を ウバガ山事故対策の事業名称で2010年度に事業化した。また、新潟市は、同 IC で接続する新潟市道、カ倉岡線2号の一部拡幅などを合わせて実施する。本 IC の立体交差部も拡幅の対象であるが、ボックス形式のため拡幅に支障するので、これを機に、高架橋に改める。よって、工事は概ね以下のように進められる。上りランプを、 オンオフの順で仮設のルートに切り替え、上りランプ施設を撤去、跡地に2車線分の幅のある高架橋を建設し、上り本線を切り回し、上り本線部分のボックスを取り壊し、新登り本線高架橋を建設、下り本線を新登り本線高架橋へ切り回し、残っているボックス部分を取り壊し、新下り本線高架橋を建設、下り本線を 新下り本線高架橋へ切り回して復旧。上り本線を新上り本線高架橋へ切り回して復旧。上りランプをオフオンの順で本設ルートに切り回して完成。合図若松方面行き本線上の IC 案内標識バイパス上の方面案内標識では新潟県道290号その目ついた地線と接続している旨が記されているがこれは誤りである。 県道290号は IC 北側を経由しており、直接接続していない、う賀賀山インターチェンジ、七苦が IC 間の簡易型出入り口国道49号、亀田バイパス新潟亀田インターチェンジう賀賀山、インターチェンジ、簡易型出入口、七苦が IC う賀賀山インターチェンジ、七苦山 IC 間に、簡易型出入り口あり出店。ありがとうございます。